1924年クレシュ都市計画図1945年クレシュ戦災外教図1945年にアメリカ軍が作成した構築地図航海軍交渉は日本海軍の主に航空機開発を担った軍需工場である後に航空機部は第11海軍航空省として独立し太平洋戦争末期には第11空省に統合された 1921年1月15日、広島県鴨茂郡広村に、呉海軍交渉広司省として開設された。第一次世界大戦後の航空兵力の増強に、対応するのが目的であった。当初は、航空機部、増機部、機関研究部、海警部が置かれた。1923年4月1日、航海軍交渉として独立し、総務部、海警部、医務部、 航空機部、造機部、機関研究部が置かれた。航空機部と機関研究部は当時他の海軍交渉には存在していなかった。1932年、横須賀鎮守府に海軍航空交渉が設置され、海軍の航空機研究、実験部門を集約していくこととなった。1935年4月5日、機関研究部が廃止された。 1939年8月1日、釜を除く蒸気機関とその材料の実験を担う機関実験部、そして工作機械実験部を新設した。1942年4月1日、鋳物実験部を設置した。1941年10月1日に航空機部が独立して第11海軍航空省が設置された。太平洋戦争中も生産は拡大していくが、 戦局の悪化に伴い、工場疎開が検討されたが、米軍機の空襲を受けるようになり、1945年5月5日の集中爆撃により壊滅的な被害を受け、6月26日に廃止となり、第11空将に吸収された。跡地の内大部分は1951年により、東洋パルプの製紙工場となり、現在は大島テリア、クレ工場となっている。 日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく、ありがとうございます。